物を見ちゃってから切れない。だから、こ
来たらこう来ていっぱいになったところ、いっぱいになったところで向こうへ出しながら、向こうへ出しながらこう来る、こうなって、腰を変えるとこうなってきて、こういうふうになる。で、それでマックス、マックスになったら切るでしょ、マックスになったら切るでしょ、で、切って出してるときに、そしてこの手重心に入る、手で、ただ重心に入る、この手して、その後は一旦こう変えてくると、ここで最初は手だけ、手の手だけこうやってこう出す、ダーッとこうやめるよ、これでいいと、こうやっていらないんだよ、だから捨てるんだけど、捨てながらこう、それだけ最初に OK、 キャップ持ちます。僕が言ったら正面にない、こうやっていいとかね、手外してるな、やかって手外してきちゃう、だから、あ、来たな、すぐ線外す、切る、ここまで。で、次やらなきゃいけないのは、この手いらないですよって捨てるの。捨てるのはどうするの？肘から手首を捨てた。だから上からやってもいいし、下からやってもいいし、下からそのまま捨てた。これ一緒にここに入った。だけど、それ基礎にやるのは難しいから、ここまで来ました、いなくなりました、来ました。ここまで。と切れるよ。ここまでなのか分かりやすいから、ここまでやりましょう。はい、一回のところで、で、こうね、今ここまでいなくなりました、いっぱいいっぱい、これこう戻ったら消えないから、こうなったんですよ。で、次はこれっていらない、今こっち向いちゃったから、肘から手首の下がこっち来ちゃった、で腰を返してだからいらないっていうのが、これを切ってからいくと、こういうふうに自然と手が来るから、こうやって切ったからいくと、それだけ、いっぱいになりました、切りました、押し返しました、ここに入ります。がこもってない、先生、どうでもいい、切りました、いなくなりました、マックスになりました、いなくなりました、最大になりました、切りました、いらないの、ね、で、重心が入ってきちゃった、こういう感じで、この手で作ってみた、そこまで切ってから、で、これでいくんですよ、これで作って、これこう来た時に、これどうでもこうして、どうでもいいんだけど、まあいずれにしても捨てた、それでこの手気にしないで捨てた、で、なんかしたこの時途中に切って一個手があるんで、これ捨てるんで、捨てた時にこういうの来るとこういう、こうやってやって切って、これ一挙で、この手あるで、これ下からこう、これこうやってこうやって手を十字架にしようと思って、こうやって戻しちゃったら絶対できない、これをこうで入ってマックスだった時切って、この手捨てながら、捨てるとね、この手は意識しなくても戻るみたいで、こう見せるとこの手があるんだよね、この手捨てるんだよね、この手はこの手でなんかこう来て捨てて、こうなって捨てて、一挙来たの、一挙来たって手があるの、で、こう踏んでこう入ってきて捨てて、一挙、ここは手があるんだけど、で、こうちょっと右側に当たって、
今淡いってやったら今度は十字からみんな下の手捨てた捨てた手をこういうものでこの手捨ててこの手あのね、もうちょっと落ちましょう。2つあっていいですか。こうやって切りますよね。切ってこの手は全然この人いなくてこうなっちゃったら一挙しかできない。でも切った時にこれ残っていればこれ十字柄にできる。でこれ手がこっち行っちゃったら十字柄にできないんだから、もうここに立ってやるしかないので、その辺のところはちょっと切り返して十字柄の形にするわけじゃないから、別にこれ切ることができるし、ここに行ってここね、こうこれが最初で、手が残ってたからもらったあ、大丈夫そういう話で、最初にやった転換がすごい大事な、みんなこう回してきちゃったらダメなのね、っていう話だと思った。転換でここでクルリンコンでここでこうなってるんだよね。だからできた、これこう回しちゃってこうやっていくら出しててもこれ忘れないんで回ってたら、じゃこれを縦にこのパッチこうなってるばっかり、これこう回しちゃったら切れないんだよ。いくらこれ出たとしても出てる感覚があっても切れないんだよ。縦にこっちにこれいなくなるときにこういなくなっちゃダメなの。いなくなるときに何でしょう、おーいなくなってる。だからこうなってっから切れるね、そういう話だからね。じゃあこうやってそしたらいなくなってさ、こうなってね、でこのまま切って今こう変わってきたらこう順次からで、ついててもいいからこのままこう来るとこうなりますよ。こう来て縦に入るとね、でこのままこう来てここに入るとなりますね。切っても切らなくてもいいの。切ってこの手なかったらこう、この手が残ってたら、この切って残ったらこうか、もしくはそれ以上いけばこういう投げ技。でももうちょっと深く入って十字絡みと投げ技をまあ、ミックスどっちでもいいと、こう切るんじゃない、そしてここ入る、こう2つで、この手捨てたんだよね、この手捨てて、そしてそのままここに入ったのね。それが、例えば縦に入ってこっからこうすれば、こっち投げなんだ、そのままいけば、さっき投げ、それ場所と位置の関係だけだから、いろんな技なんだけど、あの、だからその意識の使い方は同じ、重なった時に切った、でこれ捨てた、あと同じ捨ててここに入ってるとほら腰投げできたり、これできればこういう投げ技とか、これ持ってるとね、あの意識でこれがずっと支えになって、自分の支えになってしてるとできないの、捨てないの、これ全部捨ててるの、これ捨ててるからいろいろ覚えてる、これ捨ててるから、これ支えにしちゃったら固まっちゃって、だから捨ててるから、捨てるから、例えばこうなるから、こう病気が分かってしまう、こう一つ、こう これもさ、これ捨てきれない、相手の手とか自分の手捨てきれないと困っちゃう。これも捨てちゃうの。いらない手だ、捨てちゃう。これいらないんだよね。だから捨ててる。そういう意識。
式でやると、ちょっと違う。表が大事だと思ってやると、自分が刺さない。だから、この手いらない。自分の手もずっと、いらないのかもしれない。捨てちゃう。